はい、どうも、赤くりーむです。今日はですね、こちら釣りの餌とかで使うユムシっていうやつなんですけど、クロダイとかマダイが釣れるみたいなんですけど、こちら食べれるみたいなんで、今日は切って食べていってみたいと思います。じゃあ今からこちらのユムシを切っていきますね。はい、じゃあユムシを切っていきますね。ユムシはですね、まず両端を切っていきます。柔らかいんでめちゃくちゃ切りにくいですけど、ここを切っていきます。うわ、見てください皆さん、内臓が出てきました。これで出していきますね。皆さん見てください、ユムシの内臓が出てきました。そしてですね、反対側も切っていきます。ここら辺を切っていきます。でですね、あと内臓を出していきます。はい、両端を切ったらですね、次に中が空洞になってるんで、ここを切っていきますね、ハサミで。意外にスパッと切れますね。で、こんな感じで開けたらですね、内臓を全部取っていきます。ここに内臓がついてるんで。内臓が取れたんで、これざっと洗ってきますね。ユムシをですね、洗ってですね、食べやすい大きさに切ってきました。じゃあちょっと今から刺身で食べていきたいと思います。一見ハムですけどね。じゃあ醤油につけて食べていきますね。いただきます。意外とですね、味がちゃんとついてて美味しいですね。なんか貝を食べてるみたいな感じですね。じゃあ最後の一切れいただきます。はい、じゃあ今日はですね、ユムシという釣りに使う餌と思ってたんですけど、食べられるって聞いたんで食べていってみました。意外に貝みたいな味で美味しかったです。皆さんも処理をちゃんとして、ユムシよかったら食べてみてください。以上、今日の赤くりーむでした。ありがとうございました。